祈祷の契約を結んだ際に契約解除に関する書面などを交付しなかった疑いで酒田市の僧侶ら3人が昨日逮捕された事件で3人が集めた祈祷料は4億円以上に上ることが分かりました特定商取引法違反などの疑いで逮捕されたのは酒田市内に事務所を置く宗教法人の僧侶大津幸男容疑者ら3人です 警察によりますと大津容疑者らはおととし6月ごろからことし4月ごろまでの間、岩手県や宮城県などで合わせて5人に対し祈祷の申し込みを受けて契約を結んだにもかかわらず契約解除に関する事項などが書かれた書面を交付しなかった疑いが持たれています。今年2月に被害者から 寺が開催した出張相談会の中で、法外な祈祷料金を払ってしまったなどと警察が相談を受け、発覚し、山形県警と岩手県警が合同で捜査していました。岩手県警によりますと、330人以上が同様の手口で被害に遭っているとみられ。僧侶3人がこれまで祈祷名目で集めた。金額は少なくとも。 4億円に上るとということです警察は押収した資料などから余罪についても詳しく調べています。